上田選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。今道着を着られてますが、写真はその道着の姿で撮影されている。そうですね、道着と、まあ、普通の試合の時の姿にで撮りました。試合はそれを着ては出るというわけでは。そうですね、あの試合やるときはもちろん普通の格好でやりますけど、まあちょっといつ着るかをお楽しみにしていただけたらと思います。わかりました、ありがとうございます。それでは今こうそのインタビューとあと試合も控えていますが、現在の心境について教えていただけますか。そうですね、もうここまで来たのであとやるだけだなって気持ちですね。自分のことで言えば世界大会よりは今回追い込み入れたので、あのすごく自信に満ち溢れている今気持ちです。世界大会の時よりも追い込みを入れているというのは、まあ、練習量。そうですね、まあ、空手の時はどっちかというと午後は指導であったりとか、まあ、そういうのに時間を入れてたんですけども、もう今回このライジン出場にあたり、あのもう午後も自分の練習だったので、まあ、1日3ブレンぐらいで収録がやってたので、おまたやるだけだなって感じですね。練習漬けの前に。そうですね、はい、ありがとうございます。それでは、上田選手 の, あの今ブレイブジムで練習されてるんですと思うんですけども、そこ以外でもどこか出稽古だったり、まあ、練習されている、あとトレーニング言える範囲で教えていただけますか。はい、そうですね、まあ、MMA とかは、まあ、もちろんブレイブでやって、あと基礎練はブレイブですね。あとはまあ、キックの立ち技で言えば、この前 K1 で優勝したサッタイ選手と一緒に、まあ、2人で練習したりとか、あとはまあボクシング、まあ、空手顔面ないのでそういう意味の技術の向上で言えば大橋ジムに行かせてもらったりとか、あとウエイトは、まあ、自分の友人がプロのボディービルダーなので一緒にまあ練習させてもらったりとか、まあ、結構転々としてやってます。まあ、あとは、柔術、まあ、グラップリングですね、自分で言えばグラップリングの練習はイゴール田辺さん、うん、今柔術で日本で一番強い方なので、まあ練習させてもらって、一応各方面のチャンピオンとは練習させてもらってるので、うん、まあ、一応悔いなく今来てるのかなと思ってます。すごい練習です。そうですねありがとうございます。今回大臣初参戦にあたりまして、こう周りから反響などっていうのはありましたでしょうか。そうですね、やっぱり常々いろんなところで答えているように、まあ、自分の強さを証明したい、まあ、イコール、まあ、空手の強さを証明したいということでこうやってやっているので、まあ、そういう関係者の方であったりとか、もともと自分を応援してくれてた人、まあ、または自分が知らないけど、まあ、自分のことを知ってたりとか空手を知ってる人からは、もうすごい証明してくださいとか頑張ってください、強さを見せつけてくださいっていうことはお言葉いただけてます。はい、今回初めて、上田選手を見るというライジンファンも多いと思うんですが、極真の世界チャンピオンだということは皆さんご存知なんですけども、特にどんなところを見てほしいのか。そうですね、やっぱり僕やさ空手っていうのが、まあ、まあ自分自身もそうですけど、まあ、挑戦の歴史で今ここまで来ているので、まあ、どんなルールにも対応できる、まあ、できるっていうところをまず見てもらいたいのが一つと、まあ、自分自身で言えばやっぱ立ち技なので、もちろんで自分はまあ突きもそうですけど、もちろん蹴りの選手でもあるので、まあその蹴り技は他の選手が出せないような蹴り技も出せるので、まあそこを注目していただきたいなと思っています。ありがとうございます。はい、それでは改めてになるんですが、対戦相手の印象というのを教えていただけますか。そうですね、やっぱりまあヘビー級、日本総合格闘技のヘビー級のまあ歴史を作ってこられた方なので、もちろん本当に記者会見でも言ったように胸を借りるつもりで戦っていくのは一つなんですけども、まあ、試合ですので、まあ、それで結果がやっぱ求められる世界なので、まあ、必ずしっかり倒して高坂選手に、まあまあ、引退した後に、まあ、ヘビー級は上田がいるから大丈夫だと、まあ、そう思ってもらえるような試合をしていきたいなと思ってます。まあ、本当に、まあ、感謝と尊敬の意を持って、まあ、しっかり倒していきたいなと、まあ、そう思ってます。はい、ありがとうございます。それではその今回の試合、どんな試合展開になるとご自身でイメージしてますか。そうですね、まあ本当かどうかは分かんないんですけど、いろいろな記者会見とか、この前のライジンの何ていうんですか、YouTube のドキュメンタリーっていうんですかね、ああいうのを見てもら見ると、まあ、どつき合いたいと言っ
ってるので、まあ、その言葉を信じて言うのであればとつき合いになるんじゃないかなという、まあ、つきたい蹴りになるんじゃないかなと思ってて、まあでも もちろんプロの興行ですから下手したら違うことで来るかもしれないですし、ってなると今度は組みたい立ちになるかもしれないですし、まああっちは本当 MMA を何十年もやってきた方とやるってことなんで、まあ、そういう技術とかそういう頭を使ったのと自分みたいに、まあ、初戦なのでとにかく自分の良さを出すっていうことで暴れていきたいなと思ってるんで、まあ、そういう試合になるのかなと思ってますけどね、はい、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります、はい、それでは、エンカウントさんからご質問をお願いできますでしょうか。はい、エンカウントの島田と申します。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。極真最強を証明するっていうことだったと思うんですけども、はい、その上でグラップリングっていうのはどれぐらい練習されてるんですかね。まあ、グラップリングとあとレスリングで言えば、まあ、週5ですねあ、めちゃくちゃやってます、はい。まあ、逆に言えば立ち技は週 2,3 ぐらいにして、はい、グラップリングとレスリングをひたすらやりました。だから、まあ、極真最強を証明するっていうのはこの、まあ、戦いでっていうよりはその極真のなんていうんですかルーツっていうんですかね、精神力で証明したいっていうか、あのやっぱりさっきも言ったように挑戦の歴史であって、まあ、極真はあのいろんなところに呼び込むっていうか自分たちがいろんな競技に出て勝ってきた歴史があるので、まあ、そういう意味での証明をしたいなので、別に自分のその例えばMMA でのスタンスを空手だけにするとかそんなことは全く思ってないですし、まあ、逆に言えばあの今後もし、まあ、もうずっと続けていきますけども、まあ、今後の目標で言えばグラップリングでも倒したいし、レスリングで倒してパウンドで決めたいとも思ってますし、まあ、あのそことこれとはまた別で考えてますね、はい、ありがとうございます。ちなみに先ほどのボクシングの方あの大橋ジムって、あ、はい、どういった方と練習されてるんですか。大橋ジムで言えば、ボクシングの福田トレーナーって方がいらっしゃるんですけども、もうその方とマンツーマンでひたすら技術、パンチの打ち方であったりっていうのを、まあ本当一からやってます。なるほど、ありがとうございます。最後なんですけれども、はい、極真から MMA に挑戦しようと思ったのは改めてどうしてですか。そうですね、まあやっぱりまあもともと空手が好きでこうやってやってきましたけども、やっぱり強さに憧れたっていうのが一つで、まあ、やっぱり本当に自分自身の強さを証明したいし、まあ、どこまで自分ができるのかっていうのを試したいなと思ったのが一番ですね、はい。まあ、その中で、まあ、自分は極真をやってたんで、はい、まあ、自分が一番やってきたこの空手の強さも証明したいなと、まあ、この2つの理由があります。はい、ありがとうございます。はい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、続いてイーファイトさんお願いできますでしょうか。イーファイトさん聞こえますか。はい、イーファイトの松井と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。私からちょっと3つ伺いたいんですけれども、はい、まあ、空手の修行をこれまで続けてきて、はい、まあ、空手家としてもこう一番の強み、武器、強さっていうのはどこだと思われますか。はい、まあ、武器は、まああのまあ、精神、心技体の心で言えば、まあ、そのさっきも言ったように挑戦してきた歴史があるので、その何事にも臆さない精神力っていうんですかね、まあ、これがやっぱり空手の一番の強みだと思いますし、例えばですけど、冬に滝を浴びたりとか、まあ、この今の時代と逆境してるようなこともやってきて精神力を身につけてきたので、まあ、自分で言えば100人組でも挑戦しましたし、はい、なんでそういう精神力はもう全然違うと思いますし、まあ、あと技術で言えば、まあ、やっぱりそのなんていうんですかね、まあ、もらってはいけないですけど、やっぱりその打たれ強さであったりとか、まあ、特に蹴り技ですね、やっぱり一番は。やっぱり歴代の空手の先輩方が K1 であったりプライドであったり、まあ、もちろんムエタイであったり挑戦していく中で、やっぱり魅了していったのはやっぱ蹴り技なので、まあ、そこはやっぱ他とは全然違う魅力があるのかなと、まあ、あと、まあ、武器だなと思っています。はい、わかりました。あと、まあ、まあ、空手という山を頂上まで登ったと思うんですけど、はい、今 MMA という山を登っていると思うんですが、はい、その頂上のまで行ける自信っていうのは今どうでしょうか。そうですね、まあ、自信があるので、まあ、空手をわざわざ大会してここまで来たので、まあ、自信はもちろんあります。はい、わかりました。
あとあの、まあ、MMA ファイターの中でもし目標にしている選手がいれば教えてほしいです。もしいなければなんかこう自分がこう理想としている姿っていうのがあれば教えてください、はい。まあ、特にそうですね、その MMA の選手で目標とかっていうのは正直ないです、自分は。なのでやっぱりあの尊敬するのは本当大山総裁なので、まああのもう本当強さを求めてきた人生であったので大山総裁ですね、まあ、そういったものにやっぱ自分は尊敬してますけど、まあ、自分の理想というのは、まあ、やっぱり結構なんだかんだオールラウンダーで、オールラウンダーの選手がすごくいいなと思っていて、別にあの立ち技を特化した選手っていうよりは、自分はやっぱ寝ても強い、組んでも強い、立っても強いっていう選手を、まあ、これから MMA ファイターとして目指していきたいなと思ってます。まあ、地上最強を目指すってことですかね。そうですね、だからこれが MMA じゃなくて、例えばグラップリングだけの試合出ても勝てるみたいな、まあ、っていうのはいずれはそういったような男になりたいなと思ってます。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他追加のご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、はい、ではお願いします。本格闘技の松山です。お願いします。お願いします。オープンフィンガーグローブは実際にこうすでに、まあボクシングの練習の時よりきっと小さいと思うんですけど、どうでしょうか、すでに拳との感触の違い。ああそうですね、まあ、試合はスデスターしたんですけど、練習は極真もオープンフィンガー使ってやるので、まあ、どっちかというとその練習の感覚、逆に言えば極真の方は素手の感覚が逆に鈍っちゃうぐらいなんで、それで砂袋とかたまにこう素手のスパーリングをやって逆に調整するぐらいなので、逆にオープンフィンガーはそんな意識はないですね。ボクシングローブの方が逆にやりにくくて、自分はオープンフィンガーの方がすごくやりやすいです。今もう練習通りの感じなんで、もともとの感触は全然大丈夫です。はい、先ほどリフォルトのグラップリングの話もありましたけれど、はい、重量級の組の選手、あるいは MMA としての、スパーリングパートナーっていうのは、MMA ですか。はい、MMA です。そうですね、まあ、それはちょっとやっぱ対戦するかもしれないので、どっちかっつったら、今はしてないですね。はい、まあ、はい、ブレイブの、まあ、武田さんであったり、はい、まあ、今回出場する武田さんであったり、はい、このグラちゃんのタイトルマッチに挑戦する川中さんであったりっていう。はい、方と一緒に練習してやってます。あとは例えばサッタリとちょっと少し組も入れながらやったりとか、まあ、そういう感じでつなぎ合わせていってるって状態ですね。ウゴールとも MMA コンでやるじゃないですか。そうですね、はい、プレミアグローブでやる、今はちょっと、まあ、今年から始めたので、どっちかグラップリングだけ でだんだんと交流持ってって、そういうのもして、逆に自分が立ち技を教えてやって、ね、あちらにグラップリング教えてもらって、いい関係が築けたなって、それはまたこれからかもしれないですね。はい、高坂さんが言うこう突き合いは、もしかしたら MMA としてのトロトロ の, こうあの全体を含めた突き合いかもしれません。そうですよね。そうなった時に自分が勝負を決めれるこうポイントは何になると思ってますか。そうですね、やっぱりそのドローになった時の最後のスタミナのスピード感っていうか、まあ、決めるそのフィニッシュっていうんですかね、この MMA 業界では絶対自分は高いと思ってるんで、そういうドロドロなりながらの、やっぱ空手もある意味ドツキ合いのドロドロの状態で最後バチェンで決めていくので、まあ、そこじゃないですかね。はい、死ぬ蹴りはサッカーボールキックでも出せますか。何ですか。サッカーキックで。サッカーキックですか。いいですね、サッカーキックも、まあ、いろんな蹴り方していくので、全然サッカーのキックも、まあ、ある意味内股蹴りってあるじゃないですか、はい、内股蹴りがサッカーボールキックみたいに似てますもんね、軌道は。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他、はい、お願いします。愛人の琉球が大和のお相撲出身の選手とか、はい、プロレスラーだったりとか、まあ、MMA ファイターの他にいろんなジャンルの選手が集まってるんですけど、空手家として、その愛人の今までの琉球のいろんなバラエティーとか出身たちの戦いっていうのはどういう風に見えてましたか。そうですね、空手家のヘビー級ってことですか。の立場として、はい、まあ、おそのさんの MMA だったり、あー、なるほどね、MMA だったり、どういうふうに見えてるのかな。やっぱり結構その方って日が浅いじゃないですか、今今回、まあ、初戦を迎える田健信選手とか、はいはい、あと須田亮選手、はい、まあ、まだ日が浅いので、どっちかというとやっぱその、まあ、今回の自分もそういう試合になると思うんですけど、自分がやってきたものを主とした MMA だなっていうか、やっぱりその下がらないである程度の距離を保ちながら、まあ、
なんか小手ジャブっていうんですかとかジャブっていうんですかを出したりとか、やっぱりその競技の特化したものがあるなっていうか、まあ、プロレスラーの方で言えばもう打っても打たれる距離にいながらも最後は決めていくっていうか、やっぱそういう競技の特化ってのは絶対ありますよね。だから自分も先ほど MMA の試合をしたいって言いながらもやっぱりその20にアタックするっていうのは抜けないと思うんで、まあ、もちろん無でやりますけど、でも無の状態だとやっぱりまだ極真の味が出てくると思うんで、まあ、逆にそれを良さに変えて、まあ、今回行きたいなと自分としては思ってますけど、はい、そんな感じですね。いずれお相撲選手、まあ、もちろんやることがあると思う。そうですね、はい、このあたりもどう。そうです、それは多分、ね、ファンの方やいろんな方がやっぱ楽しみにしてるっていうか、まあ、同じ国技ですので日本っていう、まあ、そういう勝負は、まあ、いずれはやりたいですし、まあ、盛り上がると思いますね、はい、ありがとうございます。